はい、ということで、久々にしぶしゅぱさんに会うということで、おしゃれしちゃったよ。今日の動画はこちら。こんにちは、岩本チャンネルです。こんにちは、岩本チャンネルです。ということで、今日は岩のファッションショー、一日だけやりたいと思います。皆さん、拍手でお迎えください。イベントの方ですか？答えて拍手を。登場です。はい。みんな、私は今日皆様が来ると思っておしゃれしました。で、靴下は島村で買って328円ぐらいので、このワンピース、これもズボンとか服じゃなくてもうワンピースになっています。で、ワンピースがこれはいくら？ワンピースはあーいくらだったかな。109の通販で買いました。109の通販で買いました。すごい気に入ってるでしょ。で、そうこのネイルはね、さっきしました。で、こんな感じで髪の毛はまあいつも買わないんですけど、もう109で買った。そう、特別だよね。そう、109で買った。僕も本当に可愛いこのコート。それ初めてだ。これね、結構ね、お子さんプラスさんのゆいちゃんとか、クマのね、これは着てないけど、クマの可愛い服とか着てて、可愛いなって。こんな感じ、めっちゃ可愛くない？可愛い。で、今日の靴が、こんな感じの靴になってて、チョコレート。S サイズってあまりないので、本当にいいですよって言って買いました。まだ一回も履いてない、これ。で、これ昨日ね、一回お店でお試しで履いたんですけど、やっぱりよかったから買いました。でも、超ツルツル、こんなツルツルなのもうないよ。だからさっき写真撮りました。ほら、つるつる、これを履いて。で、荷物はいつも使わないっていうか、普通にいつも通り、この荷物を。これ、ひまちゃんとお揃いで買った、ひまちゃんの誕生日の時に買ったやつ。お揃いです。でも、中はもういいよ。感じかな、荷物は。荷物っていうか、コーデと荷物は。ってことで、早速、いいテープ。あとですね、制服。衣装だね。靴さんも見せたの？そう、あと衣装です。そう、靴下でした。あと衣装を持つんですけど、衣装は橋本環奈に持たせます。もう今日橋本環奈になってるな。で、今週から登場した瞬間、おはようございます。見せたい。おはようございます。今日ですね。見せたい。かわいくない？この雲。かわいい。見てみ、鏡。でももう集合体じゃないの。じゃちょっと待ってて、みんな。もうね、いけるそれ。大丈夫かな、大丈夫かな。橋本環奈さん許可取ってる？取ってる？大丈夫大丈夫かな。渋いよ。すみません、橋本環奈ちょっとつってますが。橋本さんがつってますが、ちょっと気にしないでください。橋本のお母さん。橋本。こうってこと？環奈。すごい可愛い。このデザイン見たことない。ただ暖かくない気がするね。めっちゃ暑い。可愛いじゃん。でね、これね、すごいね。いろ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 。ね、でもさ、昨日ね、この靴でブランド行ったらさ、ゆうが109で欲しかったクマの服着てた。でもやめたんだ、買うの。どういうこと？これ我慢したよね。結構欲しいもんなって結構我慢した。ああ、この靴マジでよくね。そうだそうだ。でね、私ね、すごいんだよ。昨日ね、なんとね、リビングがすごいもの見つけちゃった。こっち。これでね、下地とかのこうやって塗るの。これを塗っていきたいと思って、これ。塗っていきたいと思います。今日塗るの？気をつけないわ、今失敗したの。大丈夫だよ、これだけだから。これめっちゃいいでいくよ。ほら色が白くなった。ほら、だから後で洗えばいい。あとこれね、キューブね、1年前に買ったミニストップで180円。ミニストップこうやってやりながらこっち入れてみたいな感じで、ポーチの中をちょっと紹介しちゃった。これママがくれたやつ。ママがくれたやつって言っても、ほぼママが買ってくれてんだけどね。そうだよ、ほぼっていうか全部。橋本環奈子で、橋本環奈子で皆さんみたいですよね。ということで、橋本環奈さんに登場していただきましょう。ブス本環奈ないわー。そうやってやる時もね、普通にしてて、あ、こんにちは。ライト当たりすぎじゃないこれ。はい、ちょっとさ、声低くしてみて。なんで低いの声。低くしてみて。こんにちは。あ、そっちの絶対売れる。やってこんにちは。こちみです。すごいきつい。こんにちは、ゆあのお母さんです。こちっちゃい。今日はこれしか出ないんです。橋本環奈と呼ばれたので、10秒だけそのコーデを。いい感じでしょうか。リップがとてもいいと言われて、とても嬉しいです。はい、ということで今日はまだだったそうです。今みたいに可愛くなるのが目標です。それではさよなら。とちょうど切れそうですね、動画も。何これもあ、しぶじゃまさん。そうだよ。この日に会えた動画はまた後日アップしますので、お楽しみに。今嬉しそうだった。今日も見てくれてありがとう。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。ももからは Twitter、インスタグラムを見てね。バイバイ。飾らないありのままの親子の日常をテーマに動画を撮っています。私たちの日常が何か皆さんの心に寄り添いますように。マモモチャンネルのグッズもぜひチェックお願いいたします。